雨がとても強く、交通機関の乱れが予想されるため。交通機関の乱れが予想されるため、本日の打ち合わせには遅れる見込みです。いいね、社会人小糸ちゃん。ご了承ください。ご了承ください。これでいいかな。オッケー、ゴー。終わった？まだ返信待ち。じゃあ何する？暇じゃない？まだだって言ってるでしょ。すぐに来いってことになるかもしれない。へえ、こんな雨なのに？仕事だから。それか、迎えに来てくれるかも。ああ、じゃあ迎えに来てくれるまでは何する？ダメ、打ち合わせ、学校じゃ。ああ、それいい。部外者でしょ。え、ああ、やばいの？保護者じゃん。保護者、じゃない。プロデューサーさんから返事。人がいない打ち合わせだから遅れても大丈夫だよって。へえ、雨が弱まってからゆっくりおいでだって。弱まらないんだけど。じゃあ待つか。ゆっくり行けるんだし。はあ、夜になりそう。ねえ、だから何する？逆にすることある？お菓子あるよ。食べる？食べる。ありがとう、コイトちゃん。うま。っていうか、うちの水部ってさ。え？いつになったらうまくなるの？え、下手？下手だし、いつも同じところしか練習してない。そういう曲なんじゃない？本当にそう思ってんの？あはー、知らないけど。簡単そう。できるの？楽器。カスタネット。じゃあ、混ざってくれば。ひなのはいいよ。こいとちゃん、お菓子は？そういえば練習したよね、小学生の時。リコーダー、トールちゃんの家に集まって。ほう。あれ？あー、やったっけ？やったよ。毎日集まって上手くなろうって。何日続いたやつ？忘れちゃったけど、あんまり続かなかったかな。このメンツで何か続いた試しがない。リコーダーも勉強会も交換日記も。じゃあアイドルは？
え？アイドル？続けたいな。アイドルは。っていうか、なんか雨ひどくなってない？ちょっと雨雲予想見て、小糸。